とばんばば2人で話し合いをして、あの外にいるおばをね、どうやって家の中にもうあの入れることができるか、そういう相談をしていた時に、あの目の前をものすごい巨大なトラックが音を立てて流れていったんです。その時にお父さんが、あのじゃあ位牌を取ってくるからって、それで私が早く逃げようって言って上がった途端に津波が来た。川みたいになってて、だんだんこう水が来て、慌ててあと外の階段から2階に上がって、全部道路が水でした。叫んだんですけども、ママはですね、あのリビングルームに走って、でリビングルームの窓を開けて、自分の妹、私のおばの手を握って、で僕は津波を見て、ママを見て、津波を見て、ワン、ツー、トリーぐらいでもう津波がヒットしてきました。それで僕の家族の物語はもう終わってしまったんですね。死んでしまいました。うちの店だとね、2メーター20ぐらい来たんです。津波の高さが。で、もう1階が全部ダメで。でも、商売はちょっとできないっちゅうことで、まあ。僕のおじなんかも、門脇町に家を建ててたんですけれども、基礎を残して全部なくなった思い出も。思い出したり振り返ってみてもね、もう価値がないと思います。人の命を奪いね、それから家を壊し、それで家族を奪いましたね。それから要するに皆さんの人生そのものを壊してしまったんですね。で、僕は身近な人はそんなに亡くしてないんだけれども、本当に家族全員死んでしまった人とかもたくさんいます。校庭グラウンドにもうたくさんの車あったんです。というかみんな津波、あそこ太平洋ですから、海からもう津波が来るんですね。それでもうみんな人も車も全部この学校にもうクラッシュしてくるわけですね。それで結局最後はここにもうみんなぶつかって、この学校にぶつかって、車も人もぶつかって、それでその次々に車が重なってね、たくさんありました車が。でその中でパパ、ママ、子供、おじいちゃん、おばあちゃん、焼けて死んでたわけですね。燃えて死んでしまったし、もう逃げることできなかったんです。ドア、車のドアも開かないし。で、その後もここはずっと火事でしたから、ずっと燃えていたんです、ずっと。ここに逃げ込んだ人たちは結局あっち、あそこからさらにはしごを裏山にかけて逃げた人だけ助かった。で、ここに残ってた人たちは死んでしまった。今でもこれからどうすればいいんだろうかと、What shall we do? でその答えをね、誰も見つけることができないまま8ヶ月が過ぎてしまったんですね。国も県も被災者に対して一つ明かりをね、灯してくれれば、そこに向かってみんな頑張るんですよ。明かりがないんです。どこに向かって頑張っていいか分かんない、先行きが見えないから、そうやって自殺者が出てくる。台所もない、お風呂もない、リビングもない、寝る要は2階の寝室しかない状態のところに、あんたら1ヶ月でも2ヶ月でも住めるのかって。石巻市に関して言うとね、復興は非常に難しい、インパシブルだと思ってます。
おそらくできないんじゃないかと思ってるんですね。それはね、どういうことかと言いますとね、ビルディングはリコストラクションできるかもしれませんね。ただこの心、精神ですね、心、心と心、まあ、ハートトゥーハートですね、その会話が必要なんですね。でご存知のように仮設住宅のようなところですと、もう自分のネイバーフッド、隣、これが分からない、誰だか分からないんですね。ですから会話もない、つまりね、心と心の触れ合い、交流がないんです。で僕たちはまず何を考えるかというと、だからそういうね、孤独を感じている人、悲しみを感じている人、それからいつも泣いている人、泣いている人たちにまずね手を差し伸べること、でどう元気ね、それで今度はスープキッチンをしましょう。うちの方で町内会のねグループがあったんです。そこを閉めるって言った時に、私は我慢できない、困ってる人がいっぱいいるっていう状態で、じゃあ私全部やりますっていうことでこれをやり始めたんです。まずはそこから、そうしませんと孤独を感じている人はね、最後は自分自ら自殺を選ぶんですね。先行きが見えない、だから私の知ってる人だけでも2人も自殺、ここ2ヶ月で2人自殺してるんですよ。やっぱり精神的心のところでは、お母様たちももちろんまだまだ落ち着かないところはあると思います。だいたい2人に1人は未だに失業、仕事を見つけることができない状態ですね。ここの地区は、海沿いというか加工屋さん、お魚関係の加工屋さんとかにお勤めの方も多くいらっしゃいましたので、その方たち、お母様たちはもう仕事がない状態で、やはり次に向かうためにはやっぱお仕事っていうことが一番かなというふうに感じています。石巻市はね、今ね1ヶ月10人自殺してるんです。だから3日に1人ずつ自殺してるんです。これからやるのはすごい冒険なんですけどもね、これがないとノイローゼ気味になって、なんか何の気力もなくなってしまうような気がして、みんな、まあ、無謀だと思ってるかもしれないけども、1年でも2年でもできる限りね、そうやりたいと思う、やるつもりでいます。3ヶ月間避難所にいたんですよ。で何にもやることがなくて、もう本当に2人とも病気になってしまったんですね。お店の名前は松竹という料理屋さんが、まあ、リリースしているラーメンカーでラーメンを売ってます。再建を考えたんですけども、再建をやめて無職で過ごしたんですけども、同級生がここの今松竹さんをやってて、アパイトするようになって、で今アメリカに行くためのビザを待ってる、就労ビザをね、でイミグレーションに言ってんですけど、なかなか出してくんないっていう、てかビザよこせチキショーみたいな感じで、ね、ギフミービザみたいな。でこういう時に、なんか今街をもともとのそういう閉鎖的じゃなくて、もっとみんなが発言できて、やりたいことをできる街に、今やっちゃえる面白い街にできるチャンスなんじゃないかって考えて活動を始めたんです。それが石巻 2.0 っていうプロジェクトです。でそのプロジェクトの一環で、まあ、みんなこう面白いことが大好きなので、当時店とかもあまりなかった、夜のお店だったら集まる場所欲しいよねって考えて、じゃあ自分たちで作っちゃおうよ。ここもともとは天井まで5センチくらいのところまで津波が来て、震災の前から空き家だったんです。石巻空き家がとても多かったんです。こう経済的にすごい停滞していて、でそういう空き家がせっかくあるって安く貸してもらうって交渉して、で自分たちでこういうバーを作っちゃったっていう、本当にこう DIY、 大工さんは一人もいない、みんな素人がこうペンキを塗ってちょっとデザインを面白くしちゃって、こういう自分たちが楽しめる場所を作ろう、明日の復興を考えられる場所を作ろうっていうふうに作っちゃったのがきっかけですね。
震災後いろんな電話も通じない、インターネットもない、電気も通じない、ツイッターなんかもできない、そういう時に生きるためには隣の人と話さなきゃいけなかったんですよ。今まであんまり隣の人と話さなかった石巻という町ですけれども、もう生きるためには隣の人と話して挨拶もするようになった。街を歩くと、その4月なんかはもう誰とでも挨拶するような素晴らしい環境でした。義援金だってすごい額が集まってるんです。それだって実際我々の手元には来てないんですよ。日本国政府はもう原子力発電所プラントのことでもう頭がいっぱいなんですね。非常にもう深刻な状況が出ていて、あのチェルノブイリのその原子力発電所の事故にも匹敵するか、それを上回る深刻な事故かもしれないという、この状況下で日本国政府はもうこの東日本大震災のそのサポートをする力がどんどんなくなってきているんですよね。我々被災者をどうにかしたい、何とかしたいっていう話は一切出てこない。国会中継でも全然出てこないですよ。でそういうことを全体的に考えると、果たしてこの石巻東北の復興が可能かと言われますとね、僕は非常に厳しい。国も県もまあ悪く言えばもうお荷物なんです、被災者は。それで小金山会館はですね、小金浜の地域の人のためだけじゃなくて、困っている人全てに開かれたゲストハウスなんですね。ですからスープキッチンもしてますし、物資の配布もしていますし、それから悩み事の受付もしています。それから瓦礫の撤去、ハウスクリーニング、そして保育園、保育所、幼稚園のようなところの教育の支援、あるいはその物資の支援ですね、今は現在はあらゆることを行っています。僕は一人の平凡な人間ですからね。じゃあどうするかっていうと、毎朝勇気と希望を持って起きることにしています。でそれはどういうことかと言いますとね、自分の目の前にはたくさんの友達がいるわけですね。今までは震災の前は誰かにやってもらう、なんか町の仕組みも誰かが決めてもらって自分はその中で動いていた、じゃなくて今やってるのは自分たちが町を作ってるんですよ。僕だけじゃない、町の町内の人たちも毎日この辺りの人たちは集まって、アイデアを持っている学者なんかを呼んでワークショップなんかを積極的にやっている。そうやって自分たちで作った町っていうのは誰かに任せた町じゃなくて、もう自分で仕組みが分かるんですね。で仕組みが分かる生活っていうのは本当に心地よいというか、住んでて楽だと思うんですよ。